小柴正俊は、日本の物理学者、天文学者。君党は、君位等、肖像ら位。学位は、ドクトル・オブ・フィロソフィー、理学博士。東京大学特別栄誉教授、名誉教授、東海大学特別栄誉教授、杉並区立桃井大吾小学校名誉校長、日本学術会議栄誉会員、日本学士院会員、文化功労者。 シカゴ大学研究院、東京大学原子核研究所助教授、東京大学理学部教授、東京大学高エネルギー、物理学実験施設施設長、東海大学理学部教授、財団法人、平成基礎科学財団理事長などを歴任した。愛知県生まれの物理学者であり、ニュートリの天文学を開拓した、天文学者でもある。 東京大学や東海大学にて教弁を取った。1987年、自らが設計を指導、監督した紙を勘でによって、史上初めて太陽系外で発生したニュートリノの観測に成功した。この業績により、1989年に日本学新賞を受賞し、2002年にはノーベル物理学賞を受賞した。また、1997年に、 文化勲章を受賞しており、日本学士委員会員にも選任されている。晩年は、ノーベル物理学賞の賞金などをもとにして、平成基礎科学財団を設立し、科学の啓蒙活動に取り組んだ。2003年2月7日、総理大臣官邸にて、島津政策所フェロー田中孝一と共に、内閣総理大臣小泉純一郎から、内閣総理大臣感謝状を、 受領財団法人高エネルギー加速器科学研究会では小芝の業績を記念してその奨励賞に2003年度から小芝賞を設けた。2002年10月11日総理大臣官邸にて内閣総理大臣小泉純一郎島津製作所分析計測事業部ライフサイエンスビジネスユニットライフサイエンス研究所主任 田中孝一と2003年8月27日、東京大学宇宙船研究所上岡宇宙祖、粒子研究施設にて、内閣総理大臣、小泉純一郎らと幼い頃は軍人化音楽家を目指していた。12歳の時に罹患した小児麻痺により、両方とも諦めることになったが、その入院中に担任から送られた、アインシュタインの本が物理学者を目指すきっかけとされる。 一校時代は落ちこぼれで成績が悪かった。寮の風呂上りで彼を貶める教師の雑談を聞いてしまい一年発起。寮の同室の同級生を家庭教師に物理の猛勉強をはじめ、東大物理学会入学。小芝がやればできるというゆえんは自らの体験から生まれたものである。天体力学を専門とする天文学者の小材義秀は、 大学時代からの友人である。そのため、SN1987A からのニュートリノの検出に成功した時古材が編集委員を務めていた天文雑誌、星の手帳編集長の安部明と星の手帳編集委員で天体写真家の藤井明が小芝と古材の対談を企画した。この対談は、ニュートリノ検出の翌年である1988年に、 実現したが、ニュートリの検出の話よりも、小芝と古材の学生時代の思い出話で盛り上がった。自らを、変人学者、東大物理学科をビリで卒業した落ちこぼれと称し、現場主義の研究者としての立場を貫いている。東京大学卒業時の成績証明書を公開したことがあり、16教科のうち、優和2、量和10、科は4であった。また、 方針の教育、指導にもあたり、私の研究を受け継いだ者の,の中から、ノーベル賞を受賞する研究を成し遂げる者が、あと二人は出るであろうと発言した。実際にも、彼の相手子の一人であった、戸塚かよは、ノーベル物理学賞の有力候補として注目されていたが、戸塚は2008年に、ガンで亡くなり、受賞は叶わなかった。しかし、同じく相手氏の一人である、 カジタ・タが2015年にノーベル物理学賞を受賞し、トツカが果たせなかった悲願を実現させている。東大物理学科でも成績は悪かったが、朝永慎一郎に推薦状を書いてもらい、フルブライト小学生としてアメリカ合衆国、ロチェスター大学博士課程へ留学。ロチェスター大学では留学生手当が少なく生活が苦しかったが、 博士号を取得し、博士研究員として大学に在籍すると給与が倍増されると聞き、1年8ヶ月で博士号を取得した。1年8ヶ月での博士号取得は、ロチェスター大学での最短記録であり、この記録は現在でも破られていない。大学院生時代に、当時、神奈川県横須賀市にあった栄光学園にて、物理の臨時講師を担当した。 この世に摩擦がなければどうなるのかとの質問を生徒に出題。摩擦がないと鉛筆の先が滑って答案は書けない。それゆえに生徒は白紙答案。回答を記入すると不正解になる難問を出題した。アメリカでの研究生活が長く、アメリカと日本の大学環境について、アメリカでは偉い先生が間違ったことを言っても、それはおかしいと言える環境がある。しかし、 日本では、偉い先生が間違ったこと言っても、学生は萎縮してしまい何も言えない。と答えている。東京大学本郷キャンパスの理学部1号館には、小柴正都氏のノーベル賞受賞を記念して、小芝ホールが設置された。研究室の学生たちからは、親分と呼ばれる。趣味は、クラシック音楽でモーツァルト愛好家。また、ゲームソフトの、 ファイナルファンタジーを好んでプレイしている。香川大学工学部教授で、材料物理工学者の小柴俊は息子である。ありがとうございます。